あっぱれ。やってます。デルカ浜口です。有野です。ドラゴンドーン好きです。ドンベリデビューしました山本さやかです。谷まりあです。なんてドンベリすごい だいぶドリブルしたな。ドンペリ、ドンペリって言いたかったんです。なるほどなるほど。どこで飲んだの？あのツアーが終わったんですけ ど、はい、の大阪公演の終わりに打ち上げありまして、でタクローグレーのタクローさんがドンペリを皆さんでよかったら打ち上げの時飲んでくださいね。すごい、何本かだ、けな、はい、くださって。もちろん1本じゃなく何本か多分。うわー、すげー、はい、全員だもんね。乾杯させていただきました。1本あたり高いんじゃないドンペリなんて。そうですよね、いや結構すると思うよ。そうですよね、そうですよね。いやーすごい、さすがですね。かっこいいですね。かっこよかったです。美味しかったです。お酒自体はさよね飲めんの？まずいやそこまで分からなくなるほど飲んだことがないんですけど、それからドンペリと、あとワインと、あとサワー系を。強いやん、うん、強いチャンポンしてる。ねえ、チャンポンですよね。ドンペリうまかった。美味しかったです。ドンペリはじゃあ飲めるようになった。そうですね、高級だな。すいません、なんかすごいすごい。そのお酒がなんかもう、流れでちょっと飲むぐらいのことはあるけど、はい、基本は美味しいと思ったことない。あ、まあでもね、やっぱそうですよね。美味しいの？いや私も最初美味しいなと思って、あのハイボールとか飲んでたんですけど、オリオンビールとかも美味しいな、やっぱその後にジュース飲んだら美味しいって。そうやね、ジュースの美味しさにはかなえないよね。そうですね、確かにそれそうですね。まだまだみたいですね。でも本当美味しそうに飲むやんなお酒がね。そうですよね、ライブ終わりとか好きな人はね。アリノさんって飲むんですか？飲みますよ、ずっと。今はウイスキーにハマってますよ。かっこいい。これはダンディーなおじさまに。飲んでですね。おじさん、ダンディーなおじさまにってなってます。あ、でもあの、知り合いのフレンチのお店行ってマリアージュを。フレンチ、マリアージュ、マリアージュ、あの最後の調味料なんですって、あのお酒が。そのこのパンとこれをバターつけて、これと一緒に口の中で噛んでる時にこのお酒をグッと入れて噛んでくれって言われちゃったら、うわうまいなにこれっていうのがあって、そっからそれにハマって、だからソムリエっていう職業があったりとか。あ、なるほど。その料理にはこれが合わせたりとかして、そうだから一皿ごとにお酒を変えるんですって。ありますね、おしゃれ。あれタクシー飲めたっけ？僕あの酒そんな好きじゃないんですよ。あ、意外。ただ飲むと記憶がなくなるまで絶対飲みます。家じゃもう一滴も飲まないです。あ、そういうことか。でも美味しいと思ってやっぱ全然思わない。やっぱりもう苦くてまずいなと思うけど、雰囲気ね、この雰囲気が好きで。まあ、まあ、わかるよ。でも飲むと記憶がなくなるまで絶対に飲む。どこでわかんの自分が記憶なくなったって？もう次の日朝覚えてないです。何にも分かって、怖い。じゃあ実際どれぐらい飲んだかも分かんない。全然分からない。ただ周りの人が相当飲んでたっつって、あんまりこう性格も変わらないので。あ、それええな。確かに心配ないですね。泣き上戸になったりとか怒るとかな。帰るの嫌がるやつとか、やるとか。ああ、そうですね、そういう人もいるんで、僕はもう何にも、もうこのまんまですって。へ、次の日目覚めてもハハッっていう二日酔いも悪いようしないです。へえ、じゃあ本当は強いんだ。強いんですね。タネちゃんは？タニーワインが好きです。わあ、ちゃんと飲めるんだ。赤ワインが、でもそんな普段飲まないんですけど、赤すごい、ね、赤すごいです。どうなんのお酒飲んだら？もっとハッピーになっちゃいますね。楽しそう。ずっとハッピー。めちゃくちゃ笑ってそうや なずっと笑ってるずっとはぐる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 回してる。今までやってやってチーズ食べてやってますね。テツテツ言って、テツテツ言ってますね。でも私も二日酔いしないです。じゃあ強いんだ。遺伝かもしれないです。へ、どっちの？お父さんと。お父さん。やっぱお父さん強いですね。強いだろうな。グラグラしてけえへんの？もう椅子座っててもグラグラしてくんねんけど、カーンとかって。あ、そうなんですか。全然寝たい、寝転がりたいとかって。ふわふわはありますけどね。ふわふわはありますけどね。あ、まあまあまあ、確かに立ち上がった時とかね。でも初めて日本酒飲んだ時に、日本酒って飲みやすいじゃないですか、美味しくて。で、立った時に、あ、
酔っ払ってるわってなったこともあります。フラフラするってこと、はい、日本酒こんなちっちゃいのに飲み続けられちゃうから結構強いじゃないですか。弱い人はもうそれが座ってても怒ってくるの。あ、本当ですか。そうそうそう、あ、寝たいってフラフラしてきたっていう。でも、うん、寝たい人は悪酔いしないナンバーワンですよね。あ、そうなの。もうその場で寝ちゃうから変な感じにならないから寝ちゃう人は実はあの羨ましがられたりします。もう自分の限界を体が知ってるってこと、はい、だから若手の時無理やりなんかもう先輩方というかこうね、はい、スタッフ方とおって飲まなあかんかって飲んで、はい、最後プロデューサーが締めの話してんのに寝てるみたいなことがあってドラクションで怒られたことありますよ。でも怒られてもしょうがない、ね、飲ますんやもんね、うん、そう確かに、うん、そうか。へー、なんか前も言ったかもしれんけどお酒が楽しいもんってなったらきっとどんどん鍛えられていったんかなと思うけど、うん、若手の時飲んだ時にいい思い出がそうないねん、はい、めっちゃ説教されたのよお酒の席でほんまに毎週生放送終わって、はい、そういう飲み屋行くねんけど、はい、もうそこでさざん怒られんのよ。へお酒イコールまずいやねん俺の中で。あんま楽しくないから悔しいとか。今まで飲めなかった先輩陣も必ずみんな飲めるようになってんじゃないですか、うん、本当に俺飲めないのもう浜口さんと出川さんぐらいしか見たことない。あとみんなもうガンガン飲んでますよね。そうか、合う酒を探すのよね。はあ、うん、そうですよね。ビールは苦手やけどとか、ね、そうそうそう、イチゴ系のやつは飲めるで。イチゴってなんかあったっけ。あるある、たまにええとこ行ったらフルーツ系のカクテルみたいな。カクテルか、はい、マティーニ、マティーニ、マティーニ言うの、普通フルーツマティーニみたいな。なんかミルク状にイチゴが入ってちょっと酒入ってるみたいな。イチゴミルクですか。なんかあるでしょそんなの。いちごミルク？ありそうでもカルアミみたいな。あるある、なんか逆になんかこう牛乳の奥に酒が来て、はい、カルアミ、ごっついまずいのよあれが。牛乳美味しい。牛乳の奥から来よんね酒が。混ぜへんからや。かき分けて。美味しい。侍みたいな感じを。侍かな。俺初めて聞いた日本語ですよ。牛乳の奥からやってくる。混ぜへんからや。酒がやってきよんね。ね、一番飲みやすいですよね。飲みやすいね。いやいや、飲まれへん人からしたら、うん、あのフルーツでこうごまけてる方が、シャフルーツごまけんのよ。リタグレープとか飲みやすいんじゃない？リタグレープ。リタグレープ。リタグレープ。何ですか？女子大生が大体飲むの。リタっていうお酒にグレープフルーツジュースもあるの。酒やってけへん。酒やってこいへんな。切り裂いて。もう女子大生が好きな酒やから。切り裂いてって。リタ。リタ。甘みを切り裂いて酒がやってきようね。あって。だからもうさやねとかタニちゃんとかは多分浜口さんよりも強いってことですか。絶対強いと思うわ。簡単に潰せんだよ俺なんか。キュッて言うな。キュッて言うな。キュッ、ボーリング場ですぐ横になるよ。もう酒飲みながらボーリングなんかしたらもう最悪やよ。投げてほしいですけどね。向こうのレーンぐらい投げてるよ俺。投げすぎ、面白い。やばいやばいよ。ドンペリなぁ、その美味しさもちょっとわからんなぁ。シャンパンもダメなんですか。シャンパンなんかあのシャンパンなんかめちゃめちゃ回る、弾ける感じのあれが、うん、炭酸がきついもんね、うん、あ、そうなんですね、うん、あれが酒をより血管に染み渡らすように食前酒でしょシャンパン。そうですね、だから空腹で必ず飲むからよりきますよね、うん、多分ね。もう絶対飲まへんもんそんな気持ち悪い飲んだと食べられへん食べられへんもんちょっとキモいって。一杯でですか。あ、できればやりたくないな。だ、甘いもの好きですもんね。めっちゃそういう人は酒がやっぱ飲めないっていう、うん、あ、そうか、はい、そうなんですか。私も大好きだけど、私も大好き、うん、俺も大好きです。ちょっとこの話はなしごめんなさいね。シンルーチュとかそんなんじゃないの。あ、アンガールズのタナちゃんがもうシンルーチュばっかり飲んでる、ね、シンルーチュばっかりやそうなんですか。なんか甘い梅酒みたいな感じで、はい、あ、美味しそう、はい、でもうずっとシンルーチュを一つください酔っ払ってる、酔っ払ってる、酔っ払うと必ず。へー、はい、弱いんですかお酒は。タナちゃんもあんまり強くないです。あのそのシンルーチュっていうやつは、うん、うん、アルコール度は低い、要素低いね、低いですね。でなんか味が美味しい感じの、うーん、へえ、いろいろある、いろいろね、ありますね。女子メンバーの方が強そうやな。そうですね、有野さん強いですよ、ウイスキーは。あ、そうなの、じゃないですか、だってわかんないロックですよね。
ロックか。いやそれは強いわ。強い、ね、強い。ずっと飲み続けてんの。いやいや強いですよ。いろんなウイスキーを。タモリさんがウイスキーにハマってるっていうのなんかで。ああ似合う。じゃあ俺もちょっとウイスキー買ってみようと。影響されてる。ダサい。どのウイスキーがうまいんだって思って。家で飲んでる。家で飲んでる。でもウイスキーとなんかチョコレートって本当に合いますもんね。合う、コーヒーの方が絶対合うぞ。コーヒーショップ。ウイスキーのが合いますよね。そうだね、コーヒーだね。合うっていう感覚が分からない。いや、チョコレートに合うやつってこと。ビターの感じで紅茶にケーキとか、そんな感じにコーラみたいな、ウイスキーにチョコレートが合う。もうたまにこう先輩方と飲んだ時に、もう最後だけちょっとホットコーヒーだけ飲むわみたいな先輩が現れて飲んでる時に、僕もって言われる時すげえ幸せやから、やっと来たーとかって、ありがとうみたいな感じ。やったあ、僕もホットコーヒーとかつって。紹興酒に酸っぱ梅みたいに入れるの。入れる、入れるの、酸っぱ梅、あのカリカリのやつを。あれ美味しいね。砂糖とか入れるでしょ。いや私何も入れないで、そのまま飲みます。あ、常温のやつ。めちゃくちゃ強そうやな。強そう。酔っ払ってなんか変なことになったことないんですね。一回もないですね。強いですね。じゃあ飛行機の中でお酒頼むタイプだ。頼まない、そこはしないんです。まだ、はい、まだ一人の時に飲みたいもないです。あ、みんながおって初めてだ。はい、確かに飛行機の中で飲んでるサラリーマンの人ってすっげえええなと思うな。かっこええ な大人って感じですね。大人、うん、でも新幹線のあれはどうですか。あ、缶ビール、はい、あ、でもなんか缶チューハイとかな、はい、一人で打ち上げしてんやろな。走り出してから開けた時に、何走り出してから開けとんねん。いいやんけ、待ってた、いいじゃないですか。止まってる時にせえよ。大阪やったら京都越えてからやって我慢する感じ。この野郎って気はする。開放感ですよね、仕事の終わりの開放感と ね、まあ、ちょっとあの飛行機の中でも、まああの仕事終わりの時もそうです。行きの時もまあちょっとこの時間は休めるからの一杯でしょ、うん、多分、うん、なんかほっこりしますね、見てて ね、うん、そう思ったらなんか可愛いですね。飲んでる人がいても可愛い、ね、たこ焼きも買ってとか、うん、だからもう強いんやろきっと、飛行機の中で飲むはる人や。いや相当でしょ、それで我を失わへんって言って。それか逆にそれを飲んで寝たいんじゃないですか。もう寝るしか寝れないから、うん、お酒飲む、そうそう、飲んで寝ようみたいな人もいるんじゃないですか。全然飲まんでもすぐ寝れるし。